ってか本当に忘れてたんかこれ。あ、すいません。これ忘れ物が。いや、この駅の方、わかりました。はい。ってことなんで、夜中の駅員さんに渡していた方がいいらしいもんで、向こうへね。あ、本当はここで、さあ終電ですよとかって問いたかったんやけど、いや、それどころじゃねえよ。びっくりした。これ、長財布とか、入ったまんまやで。忘れ物が電車の中にありまして、財布も入っとったもんで、一応その出した方がいいかなと思って、どこだっけ、伊谷駅やったかな、違う、もう一つ先やったかな、荒島あたりで確かおらんくなっとったんで、すいません、じゃあ いいですか、じゃあお願いします。はい、さあということで、米子駅までやってきました。改札も通ってきましたけどね、もうびっくりだわ、そんなことある。動画に使えてるかどうか分かりませんけどね、隣にめちゃくちゃかなり泥酔してるなっていうお客さんがいたんですよ。で、なんかどこやったかな、伊谷駅かその先あたりのところで、急にわーっとあの歩き出したもんで、わーっと、あ、トイレにでも行きたいな、気持ち悪くてトイレにも行きたいかなって感じだったんですけどね、ついぞ現れなかったんですよね。で、しかもカバンなんですけど、もう財布が丸見えの状態で中財布が入ってるって状態だったんで、さすがにビビったな。とりあえず駅員さんに今お渡しして、運転手さんの方はいいかなと思ったんですけども、取り扱い終わっちゃうんで、もう駅の方のがいいですわってことで、駅員さんに今お渡しの方はしておいたんですけどね。いやー、もしこの動画を毎日、心当たりがある方がいらっしゃったら、米子駅に急いでください。からもこれが上がってる時ではもう遅い気がするけどな。っていうか、では、いや、久しぶりにそんなド派手に忘れるっていうのを見ましたね。で、これ地下駐輪場入り口か。で、まあまた明日朝来ると思うんで、またこの辺りは詳しく見ますけど、米子ですね。で、どうしようかなと思ったんですけど、幸い天気もおったんですよ、もう奇跡。なんか10ミリ降るとかね、なっとった中で、結局重なせでなんとか来れたんで、これはもう、ね、あれなんですけど、いや、びっくりだな。とりあえず歩いて、その自由空間になる方向かっていこうと思います。快活クラブはね、相当離れてるみたいなさ、で、自由空間はワンチャン歩いていけるくらいの距離らしいんですけど、ただなんか調べてたら、なんかね、この辺りめちゃくちゃ安いビジネスホテルがあるらしくて、なんかね、4000円切るお値段でモーニングもついてくるようなね、そんな価格設定のところがあるらしいんですけど、ここなんかもう、これは駐車料金か。じゃあ、そうやね、ホテルフロンティア3600円とか。ただ、ここはもう、やってないのかな。閉館ってなってますね。ああ、2020年にもう閉まってたんですね。そう、なんか、探せばワンチャン、あれぐらいの価格で、ありそうなんで、そこを狙っていこうかな。さすがにもうね、ヘトヘトです、疲れ果ててるんで、
もしベッドで寝れるんだったらそれに越したことはね、ただちょっと5000円6000円とかになってくるとね、例のあのお財布の問題があるんですけど、今でしたら5000円切る値段だったら、5000円以内だったらなんとか工面できそうなんで、多分1万円の言うとたのを超えてると思うんですけど、一応ね途中で2000円か別の銀行の口座のところに3000円ぐらい残ってたのがあった、それは引っ張り出してきたんで、一応ですから最悪 それにも手つければ、5000円以内だったら、いけるのか、今多分5000円はあるはずなんで、いやそこなんか安いな、よし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 、ほんとこ、あ、戻ってきた、こっちに行ける、便利、ここか、3800円、マジでシングル3800円、マジでいけるかな、いけるんだったら行っちゃおうかな、安いな、開いてそう、あ、開いてそうだな、ちょっと一回チャレンジしてみます。残念、満室でした。でもフロントの方もめちゃくちゃね、すいませんねっていう感じで、ね、あれだったんですかね、すかーよくよく内容したけどあれでしたね、そこはそんなすぐにうまいことはつながらんかったですね、うん、あでもそうだ、さっきのやつだけちょっとツイッターで開けとこうか、そうですね、まあまた歩いたりとかの映像はまた朝の明るい時間に会います。明日は晴れ予報なんで多分全然問題なく撮れると思うんで、とりあえず、うん、さっきのやつ俺ちょっとツイッター上げときますわ、画像とね、うん、とりあえず送っておきました。まあ無事持ち主様の手元に届くことを祈りしております。さあ、待って、私は、あ、とりあえず吉野家食ってこっか、はあ、宿がね、さすがになかったから、やっぱ人気なんですね、お値段が、まあそりゃ3800円は安いな、さすがに、他にそんな、5000円切るような価格帯のところはどうもなさそうなんで、とりあえず吉野家で腹ごしらえして後のことは後から考えます。で一応こっち行った先の方に、この国道沿いなのかな、うん、普通にこの先のところにどうも自由空間もあるらしいんで、久しぶりですね、三重県ね、四日市のところなくなっちゃってから久しく行ってないんで、そこでとりあえずもう時間も時間ですからね、どうせ7時間8時間とかのところなんで、あ、吉野家出てきた、吉野家で食ってで、ちょっと場所も確認してね、それで自由空間向かおうと思います。